皆様こんばんは、モノコチャンネルです。今回は SNS で話題になった心霊映像や心霊写真を7つご紹介いたしますので、心してご覧ください。それでは見ていきましょう。今回ご紹介する映像は、とある事故現場で撮影された映像です。数年前に北海道で発生したバイク事故で、男性と女性の2名が命を落としました。現場に急行した警察官が状況を確認しているとき、警察官の動きに不自然な様子がありました。それではご覧ください。いかがでしょうか。事故現場にはヘルメットやバイクの部品のようなものが転がっていて、凄惨な事故の様子を物語っています。一人の警察官が地面に転がったヘルメットに手を伸ばしました。この警察官がヘルメットの中を覗き込むと、動揺した様子でとっさにヘルメットから手を離しました。そして急いだ様子で手袋を外していました。まるでヘルメットの中に見てはいけない何かを見てしまったようなこの警察官の動き。この警察官は一体ヘルメットの中に何を見たのでしょうか。警察官が手を離した後にゴロンと転がるヘルメットの動きは、中に何か重いものが入っているような重厚感を感じます。もしかしたら真相はこの警察官のみぞ知っています。今回ご紹介するのは TikTok に投稿された映像です。建物内には機械の音が鳴り響いています。この騒音の正体を突き止めようとしている一人の男性の様子が撮影されています。この音の正体は、いかがでしょうか。ずっと鳴り響いているこの何かを叩きつけるかのような騒音。この音はどうやら天井から鳴っているようです。音の原因を探るべく1人の男性が棒を手にして、天井の一部を押し上げている様子が映っています。男性によって持ち上げられた天井の一部は、何もない暗闇の空間でしたが、隙間から突如として、この世のものとは思えない、奇妙な顔がこちらを覗いている様子をカメラが捉えました。この奇妙な存在はまるで、宇宙人のような、大きくてつり上がった黒い目と輪郭をしていながら、肌色の皮膚をしており、髪のようなものも生えていました。この奇妙な存在は一体何者だったのでしょうか。今回ご紹介する映像は、とある廃墟の民家を探索した時の様子を撮影したものです。この空き家は幽霊が出ると噂の廃墟で、中に入ると他に誰かがいるような気配を感じると言われています。今回、この廃墟に足を踏み入れた撮影者の男性は、一体どのような体験をしたのでしょうか。それではご覧ください。おし、鍵지금서계시죠뭔소리야뭔소리야누구혹시같이계신거예요혹시혹시오방기거기있는거예요제가어떻게혹시도와드릴게없을까요
에, 나, 나가라고요? 저거 뭐야? 말아. 도망가지 마, 도망가지 마, 도망가지 마. 지금 나 막고 있어, 못 가게 막고 있어, 지금. 우와. 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 죄송합니다, 죄송합니다. 죄송합니다. 저 나갈게요, 나갈게요. 도망가지 마, 도망가지 마, 도망가지 마. 지금 나 막고 있어, 못 가게 막고 있어, 지금. 우와. 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 죄송합니다, 죄송합니다. 죄송합니다. 저 나갈게요, 나갈게요. いかがでしょうか。廃墟に入った男性はすぐに冷気を感じ周囲を確認します。室内に風が入ってくることはありませんが、なぜか壁に取り付けられた扇子が一人でに動き出しました。そして男性が別の部屋へ移動しようとした直後、すりガラスの向こう側に何かがいることに気がつきました。ゆっくりと動く何かに恐怖を感じた男性は急いで部屋を出ようと試みますが、なかなか扉を開けることができません。そしてなぜかまたこの部屋に戻ってきてしまった男性は、一人でに動く掛け軸のようなものを目撃するのです。この廃墟に住んでいたのは、一体何者だったのでしょうか。今回ご紹介する映像は、ギエゴ・スピーカーズ氏によって、TikTok へ投稿され話題となりました。この家の住人は、何かに怯えたように荒い呼吸をしながらカメラを回しています。この撮影者は何に怯えているのでしょうか。それではご覧ください。いかがでしょうか。住人の男性は早朝に洗濯機の中から物音がすることに気がつきました。彼がその原因を探ろうとカメラで撮影していると、浴室と脱衣所を隔てる壁の隙間から突然大きな声が聞こえます。急いでカメラを向けると、そこには不気味な表情を浮かべた男のような何かがいたのです。急いで浴室側に回り、この正体を探ろうとしますが、あれほどはっきりと映り込んでいた存在は忽然と姿を消してしまいました。一瞬で姿を消したことからも、人間でないことは確実です。彼の家には一体何が住んでいるのでしょうか。今回紹介するのは、レディットに投稿された映像です。この日、とあるカップルがニューメキシコにて、デートを楽しんでいました。コミュニティセンターの近くにいたところ、二人は不可解な現象に遭遇し、その様子をカメラに収めました。それではご覧ください。Recording it now. It's so weird. What the fuck? It's a tail swing. Paranormal activity for sure, cause look, it's even twisting now. Yeah, what the fuck? I'm not just seeing this, right? No! We're just, what the fuck? There's a bright light in the middle there! Oh my god! Oh my god! Oh god, it's got a friend! I think we should go! Oh my god, this is... Daniel, catch her, y'all! Let's go!いかがでしょうか。映像にはコミュニティセンター内のブランコが映し出されていますが、一つだけ不自然なほど激しく揺れ動いているブランコがあります。風が吹いていれば他のブランコも揺れるはずですが、そのような様子はありません。この映像を見た人々の中には、撮影者があらかじめブランコを押して動かしたのではないかと疑う人もいますが、
ブランコが一人でに動いていると考える人も多く、この湯はまるで目に見えない子供が楽しく漕いで遊んでいるようです。誰もいないはずのブランコには見えない誰かが乗っていたのでしょうか。真相は謎のままです。今回ご紹介するのは、TikTok に投稿されたとある映像です。これは、2022年6月に、ホセ・カスティージョ氏の身に起こった出来事を撮影したものです。彼はこの日、暗い夜道を自転車で走っていました。その時に、不可解な何かに遭遇したのです。それではご覧ください。Complaciendo a mi seguidor, saludos.Complaciendo a mi seguidor, saludos. お分かりいただけただろうか。Complaciendo a mi seguidor, saludos. いかがでしょうか。ホセ氏が夜道を順調に自転車で通過していると、左側に不自然な人物が立っていました。この人物は、紫色の服を着た女性のように見えます。特にホセ氏に何か危害を加えようとするわけではありませんが、不気味に佇んで、ホセ氏を見ているように感じます。ホセ氏も、この不気味な人物に遭遇し動揺しますが、なんとか通り過ぎて、仲間の元にたどり着くことができました。かなり暗い夜道の様子から見て、深夜であることが確認できますが、そのような時間帯に女性が一人で佇むことはあるでしょうか。そんな状況から見ても、この世のものではないことは明らかです。ホセ氏に何かを伝えようとしたのでしょうか。今回ご紹介するのは、カサンドラ・ジョイ氏によって、TikTok へ投稿されたとある映像です。この日の深夜3時頃、カサンドラ氏は庭の門をノックする音を聞き、懐中電灯で照らしながら、外の様子を確認していました。その時に彼女が目にしたものは、一体何だったのでしょう。それではご覧ください。いかがでしょうか。カサンドラ氏が外を見ると、門が何度も開け閉めされるように、ガチャガチャと音を立てながら揺れています。そして、門から少し離れたところには、黒い服を着た不審な人物が立っていました。背の高さから見ておそらく男性でしょう。人がいると気づき、動揺したカサンドラ氏は、この不気味な人物をはっきり確認しようと、懐中電灯を手にして、再び窓の外を照らし様子を確認します。しかし先ほど人影が立っていた場所には誰もおらず、猫がうろついているだけでした。カサンドラ氏が少し安堵しながら、さらに他の場所を照らすと、先ほどの人物が、黒い服をまとった何者かが体をかがめるように佇んでいたのです。
カサンドラ氏がこの人物の姿を確認した途端、すぐ近くドアノックをする音と男性の声が聞こえ、カサンドラ氏の息を飲むような声とともに映像はストップしています。この後彼女の身に何が起こったのでしょうか。彼女が何らかの被害に遭っていないことを願います。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。